ひざきざきゆは、日本の音楽家、キーボーディスト、作曲家、編曲家。神奈川県出身。桐院学園高等学校卒業。昭和大学史学部在籍。2014年から2017年まで、昭和大学メディカルオールスターズジャズオーケストラに在籍。2015年から2017年までは、山の楽器主催の山のビッグバンドジャズコンテストに、ピアノで出場。 ソリストなどを歴任した。2017年8月頃より、フュージョンアンビエントインストバンド、アプニアモのキーボーディストとして、リーダーの古ヤの勧誘により参加。2017年11月20日、モーションブルー横浜において所属バンド、アプニアモのムーンサテライトリリースライブに出演。幼少期より、クラシックピアノを始めた。中学生の時に聴いたスキマスイッチの曲で、j に、 本格的に目覚める。中学時代、高校時代は、ミスター・チルドレンのボーカル桜井和としプロデューサー小林武を尊敬していたため、ギター、作曲に没頭する。この頃から、コード理論についても学ぶ。小林武が、ジャズ理論を把握していたことを知り、大学入学後はジャズを学ぼうと決意し、ビッグバンドに入部した。ありがとうございます。